今ですね、ジップラインの体重のやつで25キロからしか乗れないんですけど、タケルが今測りに行って、僕スマホ変わった。そうそう、これパパのじゃない、撮影用買ったんだ。うん、素晴らしいでしょ。トイレとかがあります。こんな感じでカートも置いてあります。これはね、手袋して野菜を収穫とかできる、うん、明日ジップラインとあと収穫もします。収穫もするの、うん、で何キロだった？やったー。さっき上着もしてなかった。上着着てたんだね。今画質がいいのでね、このカメラめっちゃ可愛く見えるよ。早く行こう。あの水遊びのところに行きます。またなんだ。こんな感じでですね、下はグランピングとかもあるんですけど、ここ結構急な坂になっていて登るのきついです。ここに湧き水が流れています。あそことあそこに井戸があります。どっちでもいいよ。あ、冷たい、すごい冷たい。さっき本当に熱中症になりそうなくらい暑かったんですけど、ちょっと涼しくなってきました。せーの、おー、飛び散るから、多分ここ来るときはサンダル、濡れてもいい服、まあそれか着替えか持ってきておいた方がいいと思います。あとちゃんと大きいタオルも、バスタオル。このお水は飲めなくなっています。これは行きます。すごい冷たい、氷水みたいな感じ。足で触るともっと冷たい。結構ハエが多いですね。うちのテントの近くにはまあヤギとかがいるからまあ仕方ないけど、めっちゃハエがいっぱいいる。塩コショウしてねえよマジで。だって塩コショウここにないもん。どうですか？
美味しいです。あ、これママカレーです。ママが作ったら全部ママカレー。うまカレーママカレー、うまカレー、うまカレーだって。いいな。じゃあママママだって。はい、取りますね。ゆきな、ゆきな、ゆきを入れたいんやって、あの人は。ゆきみ、ゆきを。すなゆきでよくない？女の子だから。サルミ、ゆきに葉っぱで、ゆき葉でいいと思う。これ何？フォークで。アヒージョ。11時からお昼ご飯を食べて、12時から野菜収穫して、1時からスランパンダの。そしたらお風呂？全体関係があって、絶対入る、ね、もったいないもん。さっき言ったりする。露天風呂30分入って中30分。露天風呂もあるの？温泉も前あった露天風呂。ちょっと食ってみようかな。じゃあ、プリン酒つけてみますか。山ちゃん、カレーおかわり。ネギ入ってない。なんで食べる？マジ最高これ。あ、美味しい。いいね。美味しい。確かにナンバーワンなんだかんね。美味しい。最高。マシュマロのイベントに行きます。0円です。マシュマロもね。無料です。とりあえず5分もらえる。とりあえず5分で、はい。でおかわりの時箱持ってきてね。はい、はい。なんで5分？ママとしかやらないですね。見て、ちょっとこれ、はい、1人ずつ1個ずつこれ回して。チョコソースもあるよ。おいしいね。ここで挟んで食べていただきます。やっば、真っ黒焦げ。あ、真っ黒じゃなかった。全然真っ黒じゃなかった。もう間もなく19時30分よりファイヤープレスにてファイヤーショーを行います。マスク着用の上ご来場ください。このファイヤープレス。すごいです。もうちょっとでファイヤーダンスが始まるそうです。楽しみですね。
360。 本当です。